たいいと思います、えー、こちら14時からのセッション、2マル2のお部屋では、ワードプレスをきっかけに人生をキャリアアップしていったお話ということで、美保児さんにお話しいただきます。美保児さんなんですけれども、あの、 知ってる方はもうお家がどんどんおしゃれになっていく方という印象が強いかもしれません。全然 <laughs> 関係 <laughs> <laughs> 全然関係ないみたいになってしまうんですけれども、まあ、それでもあのきっかけにして、コミュニ、えー、仲間を作ってお仕事をされたりということもされていますので、そういったところを伺えるかなと思います。というわけで、宮治さんよろしくお願いします。お願いしますと。2時ですね、そろそろご飯食べて眠たくなる時間やと思うので、ちょっと。 体をちょっと伸ばしてみましょうか。そして自分の緊張感をこうまごまかすという時間です。<laughs> はい。では、あの、ご紹介に預かりました。ワードプレスをきっかけに人生をキャリアアップしていたお話というテーマでお話しさせていただきます。ちょっとキャリアアップとかおこがましいんですが、ちょっと、あの、ふんわり聞いていただけたらと思います。えっと、今日のお話の内容は、自己紹介とワードプレスとの関わり。 で年代ごとの働き方とワードプレス。45歳からのフリーランスの働き方。今の私の仕事のリアルみたいな4本立てでいきます。と自己紹介とワードプレスとの関わり。と私、あの、10年間、ほとんどの仕事がワードプレスでして、あの、で、今はあまりワードプレスの仕事が釣つりやってなくて離れてるんですけど、まあ今やってる仕事にワードプレスってどう活かされてるのかを、 今日お話ししますこれで、私、あの、日本ジさんと呼んでいただいてますが、本名、石田美穂と申します。40代後半で、えっと、大阪に住んでます。家族は、夫と子供が3人と犬がいて、趣味は DIY で、最近はコーヒーにはまっています。主にインテリアとかお家に課金してます。 で、フリーランスはま、18年ぐらい。で、途中で法人を作って法人が5期目になってます。今は、あの、医療系社団法人の事務局とか、アフィリエイトメディアの運営とか、インスタグラムとか、不動産賃貸をいわゆる大屋さん、なんかちょっと意味がわからないぐらいいろんなことをやってるんですけど、ま、講師ともとともに、あの、ワードプレスどっぷりだったんですけど、最近はま、デザインしないし、 p も触らないし css も書かないしというあの生活をしてます。 ただですね、まあまあまあどっぷりだったんですよ。もう2010年ぐらいにワードプレス初めて触ってから、まあぼっちであの勉強会に参加して、それから毎月いろんな勉強会行ったりとか、えっと実行委員は大体ずっとやってましたし、何回も登壇もさせてもらって、ちょっと、もうこれ多分ワードプレス活動のごく一部でもっともっといろんなこともやってて、本当にこう講師ともにずっとワードプレスみたいな感じでした。 で、ワードプレスに出会う前は、えっと、もともとその、新卒で入ったメーカーで OL さんをしていて、まあ、すぐに会社勤めが、あの、できなくて、ちょっと辞めちゃって、で、そこから独学では、あの、デザインとか CSS とかの勉強してたので、まあ、一人ぼっちのフリーランスだったんですね。です。あの、横のつながりを、あの、探してた時にたまたまワードプレスの勉強会があることを知ってやってきて、それから結構人生がガラッと変わったというか、いろいろこう、あの、広がって、 いったという感じでワードプレスと出会った後は、まあ、いろんな人脈とか知識とかを得てウェブ制作のお仕事がやっぱすごいどんどん拡大して売り上げも伸ばしていけましたし、まあ、ウェブディレクターとして忙しくお仕事させていただいたり、まあ、その延長で自分でメディアを立ち上げて、えっと、広告収入を得たりその事業を大きな会社に事業売却で売却したりあのインスタグラムを始めて10万フォロワーさんを達成したりとかやってて で最近はその不動産賃貸業、自分で家を買って直して人に貸すという大屋業も始めました。はい。で、えっと、まあ、それを、まあ、どんな感じでそうなっていったのかみたいなのを、あの次の章で話します。20代、30代、40代と駆け抜けていたわけですが、えっと、まあ、20代の時は、 まあ本当にか、もう超駆け出しフリーランスみたいな感じで、独学で仕事を始めたので、あんまり大したことはできず、まあ、バナー制作とかトップページのデザインをさせてもらったり、コーディングできるようになってから単発のコーディングさせてもらったりしてて、 ね、若かったんで体力もめっちゃあって、また子供も一人しかいてなかったので時間もまあまああって、ただ経験値とか知識だけがもう全然ないみたいな、もう夢、夢はいっぱいみたいな、<laughs> 夢は何もないけど夢だけ、夢とやる気だけはありますみたいな感じの時代でした。やっぱその時にどうしても欲しかったのはやっぱ知識と経験ですかね。なんかどこにお仕事探しに行ってもそのこういうのやったことありますとか聞かれても大体ないし、あの、 制作会社さんとかにも行ったことがないので、まあ、何にもわからなくてで。そういう時にこうワードプレスの勉強会ってすごくこう資金が低かったんですよね。何にもわからなくて、ぼっちで行ってもまあいろんなことを教えてくださって。で聞いてるだけじゃなくてこう、たまにわからない人から当てるみたいな、意地悪というか <laughs>、なんかわからない人からどんどん登壇させるみたいな文化が当時ありまして。 わからないかったらわからないことを前で言おうみたいな感じでこう言ったらみんながいろいろアドバイスをくれたり意見くれたりとかそれでこう学習できてたなと思います30代になるとこうイケイケウェブディレクター時代をやってきますこうだんだん仕事も覚えてきてまだ体力はいっぱいあってやる気はめちゃくちゃあってこの時は結構ワードプレスサイトの制作がすごくこうウェブ業界でなんか仕事が多かったのでもうなんか あの来る仕事は全部やるみたいな感じでやったり、まあ、その延長でお客さんのウェブマーケティングの支援もやったり、もう広告とか s u とかも撮影とかも何でもやれることは全部やるみたいな感じでやってて、ただそう、子供が一人やったのが二人に増え、三人に増え、もう家族仲間もむちゃくちゃ悪くなってみたいな、もうちょっと暗黒時代にも入っていきます。まあ、体力はあるし、経験値もあるけど、時間がとにかくないみたいな30代でした。 でその時もやっぱりね、ワードプレスコミュニティから必要なものを拾ってきました。仕事を手伝ってくれる人ですね。でワードキャンプスタッフ毎,つ毎年やってたので、そのやるたんびにめちゃくちゃスタッフさんはね、ウォッチしてたんですよ。この人細かいとこまで聞い聞くなとか、この人レスポンス早いなとか、この人遅くまで頑張って何時に寝てるんやろうとか、この人デザインめっちゃ上手やなとか思ったら、その人と仲良くなってキャンプ終わった後にちょっとうちの仕事やれへんっていうふうにこうスカウトするというか。 ただ、あの、単発で何かそのお話ししても、その人のスキルとか性格ってわかんないんですけど、キャンプの仕事を、まあ、1ターン、2ターンぐらいやると大体わかります。どんな人なのか。で、それでスカウトするのであまり外れもなくて、こう、イケイケウェブディレクター時代を、あの、ワードキャンプの仲間が支えてくれました。で、そのイケイケ時代も終わり、今ちょっと人生のその就活に、あの、片足を突っ込んでる40代フリーランスのセカンドキャリア時代なんですが、 まあ体力の衰えを感じる、気力の衰えも感じる、頭の衰えも感じる、もう全てがこう、下り坂みたいな。こうまあでも、まだまだもうちょっと長いよね、みたいな。また2、30年働かないといけない。まあ時間はあります。えっと、子供が大きくなってきましたし、まあ仕事もね、長いことやって軌道に乗ってきて。で、経験値もあるけど、まあ、ちょっと体力とかね、その自分の人間的なパワーにこう、あの、衰えを感じるんですね。今それで思がいてるんですけど、 やっぱその、まあ、受託というか、受託のお仕事っていただいたらいただ,いただいただけお仕事になりますし、まあ、あのやりやすいはやりやすいけど、やっぱ若い時みたいな勢いでできないので、やっぱ自分の仕事を作っていく必要があるなと、この何年かは、思がいています。で、その,でその、はい、45歳からのフリーランスの働き方ということで、そ、はい、うですね。い 定年のないフリーランスが年取った時って、私がフリーランスになった時に20代だったんですけど、周りにウェブ系のフリーランスの人ってあんまりいなかったんですよ。まあ、自分がその40とか50になった時にどういうふうに生きてるんだろうって想像もつかなくて、想像もつかないまま今になって、まあ、思ってるのが良い,い面も悪い面もあるよねって。良い,い面はずっと働き続けることができる。悪い面はずっと働き続けないといけない。もうめっちゃ表裏一体で。まあ 頭と体が動く限り、収入を得られることが、得ることができるっていうのは、一つ自営というか、フリーランスのすっごい強みで。ただ、えっと、まあ、会社、夫は、ま、あの、普通の会社員なんですけど、お互いに同い年なんで、あの、お互いに頭も体も全てが衰えていってるのに、夫の給料を衰えないっていうのが、もう、驚異的やなと。なんか、若い時にはね、力増すカで、その三鉄四哲したら、私の方が給料多かったんですけど、まあ、これからちょっと逆転していくな、みたいな。 まあよくも悪くもただ定年後もずっと働けるのは私やしなとか、まあ、いい面も悪い面もあるなと思いますでそんな中でやっぱりねこう100%の若い時と同じパワーを前提に仕事を考えちゃうといろいろ無理が出るよねとで細く長く続けられる、まあ、自分の裁量で無理のない働き方ができると一番いいよねと思ってますじゃそれって何なのかってまあふわっとはしてるんですけど無理なくって何なのかというと、まあ、息を吸って吐くようにできること お仕事にできると一番いいんじゃないかなと思ってます。それがまあ自分の得意であったり好きであったりにつながるんですけど、でもね、自分の得意とか好きって自分ではなかなか気がつかないんですよ。なぜならばもう自然にやっちゃってるので、歯磨きするようにできちゃってることって自分で特別と思わないで。まあ、お好み焼きにね、白ご飯つけるってね、なんかやっぱないやんって思うでしょ。でも大阪の人はなんか問題あるってなるわけですよ。 で東京に行ってその定食頼んだら納豆ついてくるのに関西人はビビるんです昼から納豆食っとんのかみたいな。いやでもなんかもう私関東出身なんで、え、なんか問題あるかなみたいな。納豆臭いっていう思ったこともないけど、まあ、関西に来たらもう納豆とか臭くて朝から食べるとかないってなるんですけど、普通に東京では朝から納豆食べてるし、自分のまあ当たり前っていうのは他人にとってはそうじゃなくて、そこに自分の得意が隠れてる可能性があります。 その気がつかないその自分の得意をどうやって見つけていったらいいのかっていうと、人に見つけてもらうしかないと思うんですよね。まあ、どんどん自分のやってることとか思ってることを情報発信していて、まあ、ブログであったり、SNS であったり、まあ、こういう登壇でもいいですし。 いっぱい何かこう打ち続けてると何かが人の心に響くことがあってあそこを自分の得意やったんやって気がつくんですよ。まあ、この後もブログのセッションとかあるのでね、ブログ、ブローカーさんのお話も聞いてみてもらいたいんですけど、まあ、いっぱい出して芽が出たものを育てるっていうのをやり続ける必要があります。 で結局ね、もうふり好きなことしかね、続かんのですよ。この年になると。まあ、お金はめっちゃモチベーションですけど、お金だけでね、あの、45歳からの20年、30年をなかなか走りきれなくて、やっぱり自分の好きとか得意をこう、息を吸って吐くように、もう細く長く働けたらいいなと思ってます。 まあそんな風に考えてる私が今何をしてもがいとるのかというと、まあ、ちょっと最初にお話しした4つがあって、まあブログフィ、ブログアフィリとインスタグラムと不動産賃貸業と社団法人の事務局みたいなのもやってます。ブログアフィリエイトはあの40過ぎてからおそらく始めた仕事なんですけど、何やっとったかというと、ハウスクリーニングと家事代行を自分で実際に使ってみて、あの感想ブログを書いてました。 で当時、おそらくこのジャンルで、こう、アクセス数とか、あの、売り上げとか、こう、ナンバーワンになって、まあ、大きくなったところで、あの、あの,じあのかい、大きい会社さんに買っていただいたので、今は手放してイーズアドバイザーをやってます。これも、最初からそのお金を稼ごうと思ってブログを始めたわけじゃなくて、もう、荒れすぎた家、そのウェブディレクター時代に荒れすぎた家を業者さんに来てもらって、こう、きれいにしてた。 で、それをこうブログに書いてあの見せてたら、結構友達とかお客さんとかがすごく面白がってくれて、いや、なんか、あんなもっと書いて見せてよって言われて、で、ちょっと面白く、なんか気を良くして、どん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 記事書いていったら、こう、充実していって、アクセス数も増えて、こう、あの、お金も入ってきたみたいな感じで。まあ、あライフワークとしてこう取材を楽しんでた中で、たまたまその仕事になったみたいな感じですね。もう一個インスタグラムの PR 今やってるのは、 なんか、趣味でちょっといろいろ自分の家をいじってですね、さっき笹サさんがちょっといじってくれてはったんですけど、それを家で壁塗ったりとか壁紙貼ったりとかやってるのをインスタで紹介して、それで例えばそのちょっとお高い掃除機とか家具とかをいただいて、それをあの、宣伝したり、あとは何か投稿したことでその PR 報酬をいただいたりみたいなと活動してます。まあこれも、 そうですね。いろいろ運用曲、曲折さって今のスタイルになってるんですけど、これもお,お金のためにインスタやろうと思うとなかなかやっぱ続かなかったので、まあ、そもそもお家を綺麗にするのを楽しみに来てるので、まあ、その過程でその撮った写真とかをこう、 インスタにあげたら、反響もらえたらやっぱ嬉しいし、伸びたら嬉しいし、結構お友達とかも見てくれて、そうやってこう覚えてくれてて、最近お家綺麗にしてるよねって話しかけてもらったらやっぱ嬉しいし、その延長でこうお金ももらえたり、欲しかったあの家具とか、照明器具とか時計がもらえると嬉しいので、まあ、副業兼自分の好きなことを通じて自分をあの知ってもらうっていうふうに内づけでこの仕事をしてますで。次、大家さん。これはそのアフィ、エティ、アフィ、 アフィサイトを売った現金で買ったというそのパワープレイで <laughs> 始めたお仕事なんですけどこれあのボロい家を買ってきれいに直してでめちゃくちゃきれいに直すのでえっと周辺の賃貸さんよりもちょっと高いお家賃をいただくことができてで毎回作るたびにすぐこうあの売れてしまうというかもうなんかもっといろいろやろうとしてんのにいきなり申し込み入って終わっちゃうみたいな感じで。 これ、業界誌でね、あの、地主と家主っていうのがあるんですけど、知ってますか名前めっちゃ強くないですか地主と家主です <laughs>。そこに私の、あの、家が載せてもらったりとか、インタビュー載せてもらったりとかして、やってます。これ、まあ、あの、いろいろやってる、なんでやってるのかっていろいろあって、まあ大家さんの仕事ってね、細く長く続けられるんですよ。これね、ちょっと今年の新年会なんですけど、ちょっと見てほしいんですけど、平均年齢層が、 高校の場所よりも30歳ぐらい高いです。こうわかると思うんですけど。みんなでもめっちゃ元気なんですよ。その年金に頼らず、まあ自分の家賃でその、あのいろいろ自分の好きなことをしながら、まあ、お仕事してはって。なんか、40、50過ぎてからこう自分に無理なくこう楽しく仕事できるってあんまりまだイメージがつかなかったんですけど、先輩ら見てたらほんまにみんな楽しそうで、まあ自分もそういうふうになりたいなって思ったり、あとはやっぱその IT の仕事と違って、 えっと、一年とか二年とか三年でビジネスモデルは変わらないんですよね。もう何やったら何百年前から同じビジネスモデル。家を貸してお金をもらうっていう。大屋の会行くと、隣の人とかに話を振ると、いや、僕んち平安時代からやってるから、みたいな。なんか <laughs>、平安時代みたいな。<laughs> なんか、すごいこう、あ、なんか、ずっと変わらないんやなと思って、ね。そういう仕事今までしたことがなかったので、まあ、こう、細く長くってみたいう意味ではすごくいいなと思ってやってます。 まあ、あとはこう、自分の完全にこれ趣味ですけど、家をいじりたいんですよ。自分の家はちょっともうやり尽くしてしまって、もうやれることがなくなってきたので、またそれやったらもう一個家買ってやるかみたいな感じで。で、大工さんにも入ってもらいながら、ちょっとあの家直してるんですけど、この扉だけは自分で塗りたいとかここ、ここだけは残しといてもらって自分で壁紙貼りたいとか、あの、残しといてまた地獄を見るんですけど、<laughs> こうやってこう家をいじってることが楽しい。やっぱおしゃれになってまた褒めてもらったら嬉しいし。 家賃収入とと楽しみとハンハンみ半々たいな感じです。あと最後はこうたまたまその事業売却した後に結構こう時間とか余裕ができたのでなんかやれることあったらやりますってこう SNS に言って言ってたらなんかやってくれへんって言ってあのジョインしたあの社団法人さんがあって、まあ、今何でもやをやってて SNS とかホームページの更新もやってるしまあイベントの企画とか,か関係者の調整 調整係とか、もう調整さんを作りまくって、あの日程決めるとか、まあ何でもやをやってます。これはなんか自分の中で新しい業界でのチャレンジと思ってやってて、結局まあウェブ制作もウェブディレクターもアフィリエートも、まあなんとなくうすら IT 業界の仕事だったので、なんか全然違うことやりたいのって、これなんかあの一瞬だけ言ってたグロービスで教えてもらって、アンゾフのマトリックスっていうらしいんですけど、こうなんか既存の商品を持って、その なんだ,なんだえちゃうからもう忘れてしまった <laughs> 通ってためっちゃ前やからいやなんかこう全部そのや,やったこともないものをやったこともない業界でやるっていうのはダメらしいんですよただの多角化でもう死が待ってるらしくてでももともと持ってたもので新規事業に行くっていうのはいいし新しい市場に攻め入るっていうのはこういいよねって順番としては123の順番で攻めていこうねって言われたんですよ 1>, 1は多分一番最初に私がやってたあのデザイン作ったりとかコーディングやったりで2位が多分 Web マーケティングとかアフィリエイトあのワードプレスとかウェブの資金を身につけたのであっちにいたで次どっちに行くかって言ったら下の新規事業 IT じゃないところで IT の仕事できへんかなみたいな今そんな感じで仕事してます あとやっぱその会う人も全然ガラッと変わってドクターとかナースとかとリハの人たちなんでもうなんか全然発想とか今までやってきたとことか価値観とかも全然違って。 私たちはずっとパソコンとかインターネットと向き合って仕事してるんですが、彼ら彼女らは人間とずっとずっと向き合ってるので、なんか偉いタフやし、メンタル面でもタフだし、もう体を使ってる仕事だからもう体もタフだし、発想も健全やし、誰もツイッターやってないし、なんか全然もう全てが違うみたいな、すごい健全で、ただめちゃくちゃ、 ご飯食べるし、めっちゃお酒飲むし、何やった、タバコ吸うドクターもめちゃくちゃいて、なんか、逆に IT の人たちの方がコーヒーとかをね、ちょっと、ちょっとたしなむみたいな感じで、あの、健康やなとか、なんか、こう、いろいろ発想とかが、発想とか生活とかが面白くて、あの、楽しんでます。これが自分にとってどんな仕事になるのかって、今は全然わかんないですけど、新しい業界に今、なんか自分のチャレンジができるということに楽しそう感じで、これをやってます。 はい。ちょっと、あの、早口で喋ったもう終わりになっちゃった。まあいい、い、はい。終わりに。で、えっと、仕事についてちょっとつらつらお話をしていったんですけど、まあ仕事もだけど、もう人間関係も大事だねっていうのは今この年になってめちゃくちゃ思っていて、 なんか、若い時って、仕事にも,も全力投球だし、目の前にこう子供たちとか家のこととか問題が山積みあったので、自分の人生がどうとかってあまり振り返る余裕がなかったんですよね。もうだんだん今、うちも子供3人いてるんですけど、まあ、大学生、高校生になってきて、手が離れてしまって、突然その人生の余白がね、現れたんですよ。で、あれと思って、こう、 もう何もなくても別にただただ毎日が過ぎていったのに、あれなんかポツンとこう、あの時間ができてしまったと思った時に、その時にこう一緒に何かこう、なんか気持ちを共有し合ったりとか話をできたりする人がいないと結構しんどいなっていうふうに思ってしまって、体力がね、衰えるとね、心もね、気弱になっていくんですよ。こんな20代の時に思いもしなかったですけど。まあそう。 で、とはいえ、自分のライフスタイルがめちゃくちゃできてるところに毎日会いたいとか、濃厚な付き合いをしたいっていう元気もなくて、もうただただ細く長くこう付き合っていける人間関係があったらいいなと思ってて。で、これね、あの、13年前、なんと2011年11月のね、ワードキャンプ東京に私が行った時のツイートなんですよ。行ってたって人い,いてはりますかこの会場に。にあ入った <laughs> すごい。<laughs> すごい。 あの、実は私も、あ、おりまして、でも誰にもお話しかけれずに、こう、なんか、お作法もわからなかったんで、ほんまこうね、家へ行って写真撮りたかったんですけど、写真撮っていいのかもわからずに、ただと、ここで爪痕だけは残したいと思って、こう、楽天職場の看板だけを撮って、誰にも見,見られずにツイートをしてたんですよ。ワードキャンプに行ってきました。今からここで懇親会だよとか言って、もう誰もね、友達がいなかったんですよ。ただですね、 その後ね、死ぬほどワードキャンプに参加したらね、むちゃくちゃ友達ができて、本当に細く長くなんですよね。近くにみんないるわけじゃないんですけど、やっぱりこう何かワードプレスっていうテーマがあった時に、まあ、今日もですけどあの、久しぶりに会って、まあ、元気にしてたとか、今回特に5年ぶりやったんで、本当にみんなにお会いできて嬉しくて。 なんか本当あの、ありがたいなって、ワードプレスだけじゃなくて仕事とか、まあ、家族とか、まあ、いろんなことで、その、薄く長く付き合っていけるお友達がいっぱいできて、ありがたいなと思ってます。そのね、やっぱこう、初めてのコミュニティに入り込むのって、本当に私も苦手なので、 と、いつもいつも苦労するんですけど、ワードプレスのコミュニティをやってきたことってめっちゃ、ね、あの、しょぼいんですけど、まあ、懇親会の幹事をやるとか、勉強会に参加して、語れることは何もないけど、あの、店取りますとか、出席取りますくらいやったら、ワードプレスの知識がなくてもできるので、率先してやったりとか、あとテーブルを拭くとかね、ゴミを捨てるとかね、本当に細かいですよね。あと、議事録を取るとか、なんか話をし出したら、議事録取りますとか言ってこうやったりとか、 勉強会でで質問すするるもやっぱりこう歓迎されるんですよね全然質問がないよりは何か質問があった方が盛り上がるんで、あとみんな集合写真の時に率先して撮るとか、あとイベントや勉強会の感想をブログや SNS に書くとか。 知識も人脈もなくても何か一つでも自分が貢献できることをちょっとでもやるとそこに入りやすくなって。でこれがすごくワードプレスのコミュニティでうまくいったので今、大家の会では率先してこうケータリングを取る係になってあのちゃんと百均に事前によって紙コップとかお皿を買っていってあのだんだんあの大家としての存在感を出していこうとしていってます。まあ、医療系の方でも,もう毎回議事録を取ってあのなんかね、私は ドクターでもナースでもなくこう現場に行ってもなんか脈の一つも測れずあの点滴の一歩も受け打てるわけではないですがパソコンが得意というのはちょっとあのナースよりはちょっとパソコンが得意なので議事録取ったりとか何か一つでもこう自分のできることってきっと見つかるしそこをやっていくことでそこの場の人たちに信頼されて自分も仲間になれるっていうのは個々のコミュニティで教えてもらったことだなと思います。はい で、そういうふうにして、その、まあ、ね、なんか、ワードプレスやってたのになんでインスタやってたり、大ー,ーやってたり、なんか、なんかやってんのって思われるかもしれないんですけど、まあ、ワードプレスから、まあ、知識や経験値、あとは信頼できるパートナーさんで、無理なく続けていける自分の仕事とか、あとずっと付き合っていける友達なんかを、あの、あの、得てきて、で、それらをもとにキャリアを開拓してきたみたいな部分があります。 あのさっきもあの、ね、あのコミュニティあを大事にしていこうねみたいな話があったのでその関わることで自分に返ってくることとかも、まあ、いっぱいあるなと私は思っているのでなんか今回の,あのご参加をきっかけにまたワードプレスコミュニティってこういろんなものを持って帰っていただけるとあのいいなと思います、はいで。スライドが終わってしまったんですがと後で私のインスタとかあのツイッターとかをフォローしていただけると嬉しいです。 あと、6時から、あとハッピーアワーでビール配る係もやってるので、あとお立ち寄りいただけると嬉しいです。あ、<laughs> めっちゃ時間余っちゃったよね。そうですよね。はい。あの、質問とフリートークとかでも大丈夫なんですか <laughs> <laughs> はいいさんありがとうございました,いましたでマイク握ったから配信班に怒られる。<laughs> ということでですねあのこう時間に余裕ができたということはスライドになかった話を聞ける時間になるということだと思いますけれども、はいはい、これはそうですねせっかく話していただいたので、はいはい、次、応答の時間にしていきたいと思いますが大丈夫ですか はい全然大丈夫です話せない話が来た場合はそれ言っていただければわかりましたあとで編集してください割りと何でも話しますということで何か聞いてみたいことある方はぜひ挙手お願いしますって言って大体上がりにくいですよねまあ人数いるとここでここでちょっと質問することもいいですよなかなか勇気がいるところではないですし指名してもいいんですかはいもしいなかったら示しましょうわかりましたスタンバイしといてね はい、えー、講演ありがとうございました。はい、えっと、お話聞いてすごい、あの、あの、私もこう、自分でこう、いろいろなんか、好きなことって何だろうって考えながら、どんなことなんかそういうのを発信していきたいなって思ったんですけど、はい、結構何か、こう、ブログとかで発信するって私自分あんまりしたことなくて、うん、なんかそういう時、まあ、文章力、あんまり文章を書いたことないとか、多分そういうのでちょっと、 あの一歩こう踏み出しにくくて、うん、でそういった時に、はいえー、みほじさんがどういう形でもともと文章が好きでこう書いていったのか、うん、それともなんかこうどうやってきたのかなっていうところのそのなんか、えーとはい、ちょっと多分発信するっていうところで結構不安な方も結構いらっしゃるのかなと思って、はい、ちょっとなんかそういったところのアドバイスとかいただけると嬉しいなと思います。はい、いいいごご質問ありがととうございます、はいえっと、私も元々そのブログ,ブログ ワードプレスきっかけにブログを始めたんですよ。あの、ほんと10年前にば、は、ここに来た時に、その勉強会に出たけど、やっぱ聞いても忘れちゃうので、そのまずワードプレスのインストールの勉強からしようと思って、インストールに1週間とか2週間かかってやっとできて、で、勉強会に行ったら、今日はそのサイドバイ PHP の足し方をや、あの学びました。こんな感じですっていうのを、 あの記事にししててていいっっそこからやっていきましたね誰も見てなかったと思うけどただの自分のメモとしてやっていっててで,でだんだんそのあのみんなが、まあ、なんかそういうの書いたよって言ったらみんながいいねって押してくれたりとかやってて何、うん、か結構何かを決めてブログを書こうと思うと私は結構こうあのハードルが高くなっちゃうなんかこういうテーマのブログをこれから立ち上げてやっていくぞと思うと。 それやったらもう本当に誰も見てなくても自分のメモとして書くっていうのは結構いいなと思っています。何かされてることがあれば。最悪その誰も見てくれなくても自分のためにはなる。後で見た時に、あ、あの、あ、そうやった、こんなんやったわとか、あ,あの、ね、ワードプレスやったら検索もできるから、そうやった、そうやった前なんかこういうコード書いた気がするって検索したらまた出てきてそれ使うとか、もうそのぐらいのハードルから始めると、 いいと思います。もうアクセスとかね、テーマとかあんまり最初は考えずに、はい、と思います。はい。そうですね。自分向けのメモを書くってすごく大事ですよね。と思います。はい。そんな感じでやり始めて続いてるんです。はい、なんかすごくわかると思ってました。はい、はい。今日ザのお母さんもいっぱいいるからね。<laughs> 話聞いてみたいはい。<laughs> そうですね。ちなみにそういう形でももしが個人のブログアフィリエイトも含めてブログやってるよって人はどれぐらいいます。 あ結構いる結構いるお結構いますね、うん、あのそういう方はぜひこうそのメモを書いていただくの習慣にしていただくもいいと思いますし、うん、ない手あげてない方はスイッ X でポストするだけでもねまずメモになると思いますしそれ以外のいろんなプラットフォームもありますしワードプレスももちろんあるんでブログじゃなくてもね私、はい、あのフェイスブック芸人なのでフェイスブックにこうあのいっぱいいろんな日記を書くと いっぱいおじさんたちからいいねってつけてもらいます。ではですね、あのー、次の質問の方を。いればと思いますけれども。はい。あ、ありがとうございます。えっと。 全然ワードプレス関係ないんですけど、はい、気力も体力もないで42歳なんですけれどもそういう時に、はい、こうふ自分を奮い立たせて、うん、何かやってらっしゃるかなと思うんですけど、はい、どういう風にこうに気持ちのモチベーションとか上げて、うん、作業とかやられてますか 何やろうな上がってんのかなでも、もうさ低いまま。あんまり上げて、上げようともしてないかもしれない。低いまま。だから、あの、上げようと思ったら、上げた状態でないとできないことは絶対に続かないので、もう、もう低いままでもできることを探してますね。 もう無理ちゃうかな、げる。それぐらいもうハードル低く。そうハードル低くというか、自分が本当に息を吸って吐く。そう、息を吸って吐く。私は多分10年以上前から息を吸って吐くように壁紙貼ってたんですよ。貼ります貼ります貼るよね。ほんまに。でもそれ誰にも見せなかったので、なんかそのみんな壁紙貼ってると思ってたんですよ。 で、でもなんかでもそれインスタに投稿した時に、なんかすごい、なんか周りの主婦の人たちがすごいびっくりしてくれて、私のなんか紹介してくれる時に、家で壁紙とか貼ってる人ですって紹介してもらって、えむしろ貼ってなかったみたいな、なんか、すごいびっくりして、でもそういうことなんやなと思って。なんか賃貸のリフォームしてる時にも、やっぱそのさっき写真見てもらったんですけど、壁紙貼ってて、で、途中で間に合わなくていっぱいやれ、やろうとして、 間に合わないから途中ででシルバーー人材センターを投入したんですよおじいちゃんたち4人ぐらい来て、こうなんか、えみたいな、奥さん壁紙貼ってんのってなって、もうちょっと見に来てみたいな感じで仲間まで呼んできて、奥さん壁紙貼りはんねんでみたいな感じで、あの、二、ね、回りぐらい都市の,なの上の男性から見たら、主婦が自分で生のり付きの壁紙を貼っとるというのが、あすごいびっくりしたみたいであ、そんなにでもみんな壁紙貼らないんだみたいな。 それがこうコンテンツになると思わなかったんですよ。DIY コンテンツ今結構伸びてるので YouTube とかインスタで、まあ、参入するけど工程が大変すぎてやっぱどんどんみんな脱落していくって聞いて。あでも、いや、むしろ貼るよね。<laughs> 気分転換にも疲れたのちょっと壁紙そろそろ貼たい。る <laughs> <laughs> よねってなって。でもそういうふうに無理がないんですよ。 多分、お金のために壁紙貼ろうと思ったら、こんなんやってられへん。手も荒れるし、ベタベタになるし、高いし、重いしってなるけど、まあね、ねどうせ貼るんやったら動画撮ろうみたいな。あ、そ、そのぐらいです。これね、ねなんか、他のジャンルのことやろうと思ったら、めっちゃ頑張らないと。まず化粧指定とかなったら、ね、無理だけど、まあちょっと壁紙貼るんやったら、もうスッとできるからやろうかなみたいな。そういう、超、超低空飛行でできることを見つける。ただそれ、超低空飛行だから自分で気がつかないので、 いろいろ出してみてこんなんもやってるよやってるよってやったときに誰かが食いついてきたらあそれ受けるんやみたいな感じでそこを徹底的にこう育てていくみたいなはいわかりました、はい、自分の中のじゃあ壁紙張りを探しますあそうそう、はい、あのどんどん出していこうはい、うんはい、ありがとうございます壁紙は貼、いはい、らないですね <laughs> <laughs> 困ったな <laughs> どうしみんなどうやって生きてるの <laughs> ただただなんかあの壁紙は貼らないですけどあの、うん こういうイベントで登壇したり企画するのが自分にとっての壁紙なのかなっていう気はして息を吸って吐くようにイベントをやってるんですよなんかそういう意味で皆さんも実はそういうテあります低空飛行だと思ってたらすごい高いとこ飛んでたみたいなそう,そ,うそうですそうですあると思うのであのワードプレスミートアップとかワードキャンプで皆さん今後公募にチャレンジしていただけると嬉しいなと思いながら聞いてましたいいですね、ま、思わぬところにねあの得意があるかもしれないですね さあもう一個ぐらい質問いけそうですよね。はい、どうですか。なんかさっき逆指名っていうのがちらっと聞こえてきた気がします,、ね、すけど、あのあ吉パンさんが手を挙げてくれました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。すごいお話。 でもうちょっとグオーっなってるんですけどあの,し行こうしあのねえっと逆にこんだけいろんなことされてたら、うん、もういろいろやってきて、うん、その新しいことする時って何か今度終わらせていかないといけない、はい、やめていかないといけないこともあると思うんですけど結構私も長くこういうことやってると。はい なんていうのうまく終わらせるのが難しかったり、うん、やめ時が分かんなかったりとかするんですね、うん、なその辺について教えてもらえないかなと思いましたあ,ありがとうございますそれで言うとやめるの得意なんだと思います <laughs> 息を吸って吐くようにやめていきますな <laughs> <laughs> でも本当にいろんなこといろんなことやるけどやっぱ大体続かなくて。 あの、やめていってますね。うまくやめれたのかどうかもわからないことも山ほどあります。そのたんびにちょっともうあかんかった。まあ、インスタもね、みんな、あの、あのね、ね、仲良くしてくれてる人たちはみんな知ってるけど、最初いっぱいでやってたんですよ。5人とか6人で。いっぱい伸びたけど、やっぱその、あの、チームでインスタしていくことを維持する力が私にはなくて、でほんまにやめようと思って、こう、みんなで更新していく。 体制をもう維持するパワーが私にはなくなくっっちゃってでやめようと思ったけどなんかよう見たらなんかあれなんか壁紙貼ってる動画めっちゃこうなんかあの伸びてるやんってなってでそれでた,たまたまこう一人でね始めたりもしたんですよあなんかねちょっとちらっと言ったけどグロービスもなんか行ったらこう頭良くなるかなとか <laughs> <laughs> 思って行ったけども全然続かなくて2週間に1回レポート出さないといけないけどそれもやっぱできなくてでやめちゃったし。 フェイスブックでこう連絡来て、あのね、あのエリ、エリートサラリーマンの人から、最近石田さん見ないけどどうされましたってあすいません。やめました。これから卓券取ろうと思います。と <laughs> なんか、恥ずかしいけど、なんかね、もうしゃあないです。何かを捨てないと何かが手に入らないので、割ともう、あの、捨てるね、あの、メリットの方が私は大きいなと思って、めっちゃ断捨離しちゃった。うん。やめる勇気も。やめ、そう、もうやめ、もうやめちゃいます。何でも。はい。 ありがとうございます、はいはい、メモとかも気軽に始める分やめやすいというところもあたりした、ね、あはし、い、そうですね、はい、どんどんやめていこう、はい、まだ1個か2個はいけると思いますか。どうですか聞いてみたい方、はい、もしかするとあのハッピーアワーでこっそり相談したいみたいな方もいらっしゃるかなと、はいはい、いう気もしますけれどもも、はい、仕事でも家庭でも,もあの何でも割と話しますどうですか もう一人ぐらい逆指名いきますか。そうですね。なんかちらちらとあの森さんがこっちを見てくれてあ、今日お素敵な話ありがとうございました。ありがとうございました。いしたすみません失礼胸にガ、はい、ンってきました。<laughs> ありがとうございます。えっといろんなことされてきたとは思うんですけど、はい、例えばあの乗り越えたいけどやめ やめて終わりじゃなくて乗り越えたいけどっていう時はどうやって乗り越えはったんかなっていう,、うん、そうであんまそれもね乗り越えてなくて <laughs> ただただ結局,結局縁のあることってまた戻ってくるなっていう気持ちもあって、はい、そのその時はもう無理なと思って辞めるけど結局また気が付いたらやってることとかもきっとあってなんかもうそもそも会社が続けられなくて1年半ぐらいでもあのへたれてフリーランスになってるので乗り越えるってことがあんまりきっとできなくて。 もう嫌なことは嫌でやあのめちゃうというか、まあ、そこでやめるんですけどやっぱり何かがこう戻ってくるっていうのはやっぱすごくあると思います。インスタもなんか一回ねさっき話したけど一回、はい、まあ無理かなってやめたけど結局なんか DIY で続けてたりとかなんか写真撮ったり動画撮るのはやっぱりあのそんなに嫌いじゃなかったんだなと思ってやったりとか何かそうあの何か縁のあることは絶対に戻ってくると思う。 ワードプレスももう最後に登壇したの多分2019年で5年も前でそこからねいろいろコロナがあったり自分もやってることがいっぱい変わってなんか遠のいちゃってたのであなんかすごい仲間がいっぱいいるけどちょっと戻りにくいなと思ってたところにこうやってまたねなんか話してみーひんって声をかけてもらってすごく嬉しくてまたやっぱもう戻,戻ってくるなんか縁があることだからもうできなくなった時にはもう割ともうもう諦めますもう無理やったんやみたいなでもやっぱり何か 戻ってくる時きあんま無理をしない。なるほど。うん、あのテンションも上げない、低いまま。<laughs> あでもそれ続ける、ね。うん、そうそうそう。そうそう続けてま、ね。また縁があったら戻ってくると思って、はい、やってるところはあります。はい。縁があったらっていうのはちょっとそうそうそうで。縁がなかったらそれまで足、はい、うん。確かにありがとうございます。はい、はい、と思ってます。はい。はい。 自己委員長からバトンタッチを受けました、はいえっと、他にもいらっしゃいますか、何かチャンスとしては、ここで伺えるのは多分最後になりそうな感じですけれども、あじゃあ一番後ろ、すいません、ありがとうございます。行きましょうか、ちょっと待ってくださいね。すいません、タイムキーパーさん、ドキドキさせてしまって。すいませんちょっとボランティアの なんですけど、ちょっと質問させていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あの、20代、30代の頃は、結構、はい、ガーッとお仕事さ,、はい、されてたというふうにお聞きしましたけども、はい、その、んでしょう、その時は、こう、無理しないっていうテンションではなくて、結構無理されてたいや、全然無理はしてなかったし、あ,あの、なんかその、家が無理すぎて、その、子供が、子供3人育ててたので、めっちゃ忙しくて、あの、なん,なんかそうバランスが取れなかったというか、 子供が3人いて、その仕事をしてなかったら、もう家でずっと子守りをして家事をしてたと思うんですよ。フリーランスだし、夫が会社員で自分はフリーランスでずっと家いたら、すべての家事と育児が自分に降りかかってきたと思うんですけど、幸いバリバリ仕事をしてることで、まあ、お金も入ってくるし、その商談とか出張とか外に出る機会もあるし、対等にその頑張ってるっていう意味で、そのなんか夫ともこう、なんか私も頑張ってるんやみたいな感じで、夫婦仲というかバランスも取れるというか、 仕事がそう。育児が忙しい分、やっぱ口実が欲しかった。なんかいつもこう。仕事で嫌なことあったらいや。もうなんかもう腹立つこととか言われても、もう家帰ったらでも可愛い。子供たちと夫がいるしなみたいな感じでこう。あのね逃げれるし、家で嫌なことがあったらいや。でもワードプレスがあるしなみたいな感じで、どっちもその逃げ場所を作ってたみたいなところがありますね。忙しかったけど、しんどいとか思ったことなくて本当に。 多分あの時ねワードプレスめっちゃやってた人そワードプレスの仕事をワードプレスで癒やすっていう,こう名言があってですねなんかそんな感じであんまり無理はしてなかったですね仕事が癒しやったのでただね45歳を過ぎた頃からちょっと仕事が癒しっていうのもちょっと難しくなってきたなっていう、はい、ただ20代、30代はそんな感じでした大変参考になりました本当にずっと頑張らないっていうタイプですね。 そうですすねね一貫してま知っている人たちからするとあ、普段の美ほじさんずっとそのままなんやっていうのがねなんか分かるんですけれども、はいはい、そうなんですねなんかちょっとそこの誤解を解きたいです大家と社長とインスタとやってますとかっていうと、うん、なんかそどれだけ家庭を犠牲にして働いてきたんですかみたいな <laughs> やっぱなっちゃうそして華々しい印象がすごく強いからうん、うん、もうやるぞーって感じでやってそんな印象ありますよね,違いますねそういうわけじゃないです、ね、そうなんですはい 超低空飛行です、ね、<laughs> だからこそ壁紙も貼りながらは支えてるやつ剥がれてドーンって落ちるのとかね、丁寧な暮らしっぽいじゃないですか。<laughs> 写真はねうまいこと撮ってらっしゃる。そう,そう,うまいこと撮りました。<laughs> インスタ向け。インスタ用に撮りました。はいはい。そのねあのもうペローンって落ちるところとかも,<ー>もう思う存分上げてましたもんね。そう,そうですね。あれ受けるんですよ。意外 <laughs> は今失敗が伸びるんで。<laughs> <laughs> のとかあ,れあれもなん,かなんか失敗動画伸びてなと思ってわざと失敗のところと残しといてあげたりとかねきれいに落ちていきましたもんね、はいはい、ぜひよかったら皆さんもご覧ください、はいはい、<laughs> そしてあの今も話ありましたけども先ほど自己紹介の途中ではねあの2019年ワードキャンプ大阪で、えー、と実行委員 っていうふうにだけ書いていただいてたんですけど、はい、その時にも実は登壇をして、はいね、いただいてまして。はい、やりすぎて、ちょっといつ喋っていつ喋った もあの言ったら前回の関西のワードキャンプです、ねはい、コロナ禍挟んでますので、えー、そこでもお話しいただいているんですけれどもその時きからかなり変わりましたねその時まだ DIY そんなにやってっや,やってましたけど表に出してなかっただけですねそれが受けるなんて思ったこともなかったみんな張ってると思ってたからねうん、うん、みんな張ってると思って。 一応、ここでの共通見解として、えー、壁紙はみんなが貼るものということで示させていただきたいと思います。いはい、はい、はいがありが、ありがとうございます。はい、ということで、みほ寺じさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あの、実行委員の皆様、ありがとうございました。はい、聞きに来てみな,みな、来てくださった皆様もありがとうございます。家族に向かってもありがとうございます。<laughs> 空に向かってね。はい